新旧氏、新旧氏、新旧氏は、ハリ氏と旧氏の国家資格を所持しているものを指す。ハリ氏と旧氏は別の国家資格であるが、同じ新旧氏養成施設で単位を取得し卒業することで両者を受験できる。新旧氏という名称は、現在の法制度上では存在しない。ハリ氏、ハリ氏、A、アキアプンクチャースとは、アンママツッサージシアチ氏、ハリ氏、 休止等に関する法律によるハリシ国家試験に合格したものを言い、休止、休止、A、マクセビューシャニストは、アンママッサージしやすし、ハリシ、休止等に関する法律による、休止国家試験に合格したものを言う。新旧は、歴史的には、ハリーと呼ばれ、江戸時代から、戦後のある時期までは、視覚障害者の業種であったが、現在では、 全国的な資格障害者の減少、盲学校入学者の激減と相まって、生願者が大半である。近年の学校入学者は減少傾向である。その要因の一つとしては、養成学校の学費がトータル500万程度であること、また、国家資格試験に合格し、新旧士の国家資格を取得して勤務、または開業しても、大半の新旧士の現状では、 少ない収入しか得られないことが挙げられる。新給院が制御として慣れ立ちにくい要因はいくつかある。針は痛く、給は熱いと思っている人がまだ多い。新給の効果が一般認知されていない。新給の保険制度が改善されると受診者が増え、健康保険財政難は回避できる可能性もある。欧米のように基本的に医療保険は 民間保険会社が担う社会では、費用対効果が保険適用の重要な指標となり得るため、薬価に比べて安価な新級の保険適用は日本よりも容易に行われている現状がある。特に各種疾病に対する予防効果に関しては、海外で新級の臨床効果の研究も進み、海外の医療保険行政においては、新級は非常に有用なツールと認められている。 また、日本においては、新旧の1回の施領で請求される保険は、約1500円程度と安価であり、保険治療と自費治療を同時に受けられるため、新旧保険が推進された場合の経済効果は、大きい予想される。日本の企業内労働者における、運動器症状の有通者117名を、対象とした調査では健康保険医療費は、約1、3となった。 終了後も医療費減少は持続し針治療は健康づくり並びに医療費削減に言うと考えられた。片頭痛120名を対象に薬物群と針治療群に分け12ヶ月かけたイタリアでの調査では針治療群は患者1人につき7万5千円の節約になるとした。脳卒中に対する針治療についてスウェーデンで行われた研究では リハビリユニットとナーシングホームの入所日通が張り、治療群で優位に短縮された。入院費用が削減され、一人につき2万6千ドルの節約になるとしている。この研究では、理学療法との併用が、早期の機能回復が期待できることが示唆されている。筋骨格系疾患、リウマチに対する英国で行われたハリ治療の経済評価では、 患者1人当たり232ポンドを節約できるという結果であった。また、英国では実際にジェネラル・プラクテ・シャネアが針治療などを行い、薬剤費の削減などが報告されており、英国医師会は今後ナショナルヘルスサービスの予算の数万ポンドを節約できと推定している。関連放棄による広告シエル事項に適用疾患や料金は含まれていない。ただし、 アッハ規法、アンママッサージ指圧し、ハリシ、旧史等に関する法律の中には広告の定義がなく、保健所医療広告ガイドラインに従っているが、その広告定義は、有因性、認知性、特定性の3つを満たすものとあり曖昧なため、具体的な判断は保健所の担当により異なることは少なくない。民主党が与党時、政策の一つとして、統合医療は、 医療費の削減につながるという見解であり、足立信也厚生労働大臣政務官は、鳩山内閣の医療政策のキーワードは、予防医療であり、その現れが、統合医療の推進であると述べている。それに対し医師会は、鳩山首相は、医療費削減を期待しているかのようであるが、医療費増大を約束した民主党マニフェストと相反する。日本医師会は、 医療費削減政策への回帰に断固反対である。科学的根拠が確立していない、統合医療が推進される背景には、混合診療を解禁し、市場原理主義に立ち返ろうという狙いがあるのではないか、と強く反対している。微行これは、民主党の政策が、新旧以外に瞑想など、幅広く含まれていたためで、新旧保険を否定しているわけではない。 自民党政権公約 J ファイル2012、V 社会保障、財政1、社会保障制度、169針、9、アンママッサージ、指圧治療の充実と記された。業界団体への加入率は25.7%、加入していない、主な理由1位必要性ないメリットない2位回避、高い金銭的余裕無三位情報不明。新旧士という資格は、 日本国内には存在しない。はりし、休止がそれぞれ要請されている。平成元年までは、中学卒業後5年間以上もしくは、高等学校卒業後3年以上、厚生省の指定する養成校にて、所定の科目を収めることで、知事試験では、受験資格が認められたが、平成5年度からの国家試験への移行に伴い、平成2年度より、最終学歴は、 高等学校卒業後3年以上に改められた。平成21年現在、各都道府県の盲学校、私立専門学校、国立大学1校、私立大学が数校ある。国家試験の試験科目である、医療概論、医学史を除く、衛生学、公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論。 臨床医学,学学論、リハビリテーション医学、東洋医学外論、経絡経血外論、ハリ理論、級理論及び東洋医学臨床論は必須科目でありすべての養成施設で教育される。必須科目の多は養成施設が作成した教育が行われており、多くある例としては、都市療法や中国語、医療哲学や社会学、人体解剖があり、少ない例としては、 ラットやカエルなどを使った実験、海外研修がある。また、サークルやクラブ活動もあり、当然、新灸に関係するものが多い。教育者は、それぞれの科目に、専門の医師や、新灸師が行うのが、一般的である。年に一度、2月下旬に、ハリ氏、旧市国家試験が行われる。新灸の健康保険治療には、医師による、同意書が必要とされている。 厚生労働省は次のような理由で、新旧保険の同意書撤廃を困難としている。健康保険療養費の支給基準は過去の通達により、医師による適当な治療手段のないものとされるため、新旧を保険で受診したい患者にとって壁となっている。例えば、腰痛で医師の治療を受けつつ、腰痛を保険で、新旧師に診てもらうことはできない。 神経の保険適用として、神経痛、リウマチ、首腕症候群、肩こり等、五十肩、腰痛症、頸椎捻座後遺症、無知打ちの6疾患があり、容量もできるが、リウマチなどの進行性の疾患は、以上の件を踏まえ、神経での保険診療はほぼできない状態である。また、同意者をもらったが、医師の治療行為がないことを理由に、 新旧健康保険療養費が不支給処分とされた件もある。現在は医師の治療は必ずしも必要ないと厚生労働省から通達されいる。レセプトを審査する県国保の診療報酬審査委員会などが新旧に批判的見解を有している場合、審査は厳しくなる傾向がある。新旧の保険治療には医師の同意書が必要である。これは 患者が新球院に行き同意書用紙を受け取り、それを病院へ持って行き医師に、新球院で治療を受けますので記入を、お願いしますどと伝え記入してもらってから、再度、新球院へ行き治療を受ける仕組みである。加えて、受療委任払い。病院のように一部負担金のみを窓口で払う制度を認めている保険者も多いが、召喚払いしか認めない保険者も少なくない。 召喚払いとは、窓口で一旦、全額を患者が払い、後から患者自身が保険者へ請求する制度であるが、療養費の算定方法を知らない、一般人が少しでも誤記があれば返送される、療養費支給申請を入手し正しく記入し送付することはハードルが高い。そのためこの召喚払いを、新旧市に委任することができる。また、 新旧院での手術1回あたりの保険算定額は1500円程度であり1時間かけて治療を行っても算定額は変わらない。この額に関しては、接骨院における3回目以降と大体同じ額であり、接骨院の経営手法と同様に保険のみで行う治療の場合は短時間。時間が長くなるときは単にサービスまたは自費を加算することが一般的である。 上記の複数の状況により、保険治療を行うことが新給院や患者にとって利益とならないケースも多い。例えば、1時間程度で5000円の自費をメインに言っている新給院の場合、保険のみで行うとなると治療時間が15分程度になってしまうため頻繁に通うなどが必要になる。また、治療内容が異なることも多い。保険と自費を合わせると、 保険1,560円自費3,500円で1時間程度で5,000円の、いつもと同じ治療を受けることができ患者にとっては、メリットはあるが、新旧院側が保険を扱うための費用、レセコン使用料、消耗品請求団体への回避と手数料、取扱いセミナー必要であれば同意書発行医師への謝礼や手間を考慮すると、保険治療が目当てで来院する患者が多くないと。 経営的に厳しいと言える。前述の流れから、新旧治療を行う新旧院のほとんどが、自費治療を通例としてきており、これらの理由から、我が国の保険医療費に占める、新旧療養費の割合は、非常に低い250億円前後。長年、このような問題があり、新旧市関連団体が、新旧保険治療制約の改善がなされる、要厚生労働省に、 定期的に協議や政治活動を行っており、近年は改善傾向にある。よくある誤解として、新旧院で医師の同意書もなく保険が効いたという、錯覚は、新旧接骨院にて、柔道整服師による柔道整服術に保険が適用されている可能性がある。針、給料用費の不正件数、不正額は、以下や柔道整復等に比べると非常に少ない。 その主な理由としては、回数水増しは、保険者から患者への医療費明細で発覚しやすいこと。また、保険適用対象が幅広いため、不適用疾患を適用対象として、不正請求する必要がないこと。1回の手術で算定できる額は、約1200円から1500円の7から9割という、小額であり、一般的な新球院では、売上の1割もないため、 そもそも保険が魅力的ではないため、まだまだ問題の多い新旧保険であるが、厚労省通知等により改善も見られる。一昔前は、新旧やマッサージに保険が適用されることを知らない保険組合の担当者も多く、平成16年度は全国で年162億円程度であったが業界団体の運動等により、徐々に保険取扱いが増加し、 平成22年度は317億円に成長した。適応疾患である例えば腰痛や経験腕症候群は国民の大多数に罹患するものなので潜在需要はもっと多く、新旧保険の成長は自然な流れであるが、この伸び率に対して批判的な見解も見られる。背景には保険適応疾患のほとんどが開業性経営下の治療範囲と重なっているという、 構図がある。針のみ手術で1,195円。針と球を併用しても1,495円。発検量加算が約1,400円程度と安価であるので手術時間は保険のみで行うと短くなりやすい。しかし、混合診療金止制度のようなものは、針、球療養費制度にはないため保険制療以外に手術を行った場合は自費を加算することができる。その際は、 領収書を発行することが推奨されている。保険適応疾患の6疾患等であることが確認できれば個別に判断することなく、要件を満たしているものとして療養費の支給対象として支給される。また、これ以外の疾患では認められないというものではなく、慢性的な疼痛を主訴とするものについて、神経痛やリウマチなどと同一範疇と認められる疾患であれば、 支給要件に該当するかどうかを個別的に判断し、支給の適否を決定することとなる保険者が、慢性病は必ずしも当該疾患の症状が慢性期に至らないものであってもよい。同意書は手術の円滑な実施を図るため様式が定められた。このことから、医師紹介等はその趣旨を踏まえ、いたずらに調査することなく、必要に応じてなされるべきである。 昭和61年同意書が簡素化される。それを適正な実施の推進に協力するよう、日本医師会が好意的に各都道府県医師会に通達。平成8年、医師による同意書交付を円滑に進めるため同意書交付料が新設された。同意書、診断書交付料は100点以下の保険点数、1点イコール10円である。平成8年、補発。 第64号、厚生省保健局長通知により、保険適用疾患に、憲法適用疾患に、頸椎捻座後遺症が追加された。平成9年保険発150号、医師による適当な治療手段のないものの解釈が、改められる。6疾病については、保険医より同意書の交付を受けて、手術を受けた場合は、医師による適当な手段のないものとして療養費の、 支給対象として差し支えない。とされた。平成10年より、介護支援専門員の受講試験対象者に、針支給止が加わる。平成14年より、保険取扱いの期間、回数制限が完全撤廃された。平成21年、療養費の支給基準平成21年度版の P195 に、召喚に際し、非保険者が、 当該手術にかかる療養費の受け取りを他社に委任し、受け取ることが可能である。と、初めて明記される。平成24年、厚生労働省保健局医療課から、改めて保健発150号の内容を、Q、Q&A 形式で公開され以下の内容などが、通知される。再同意を得る方法について、特に決まったものはないが、電話や口頭による確認でも差し支えないとしている。 同意した医師は、手術に対する同意を行うものであり、手術結果に対して責任を負うものではない。1991年、平成3年6月以前、不厳岳噴火。長崎県新旧市会は、日本赤十字社長崎県支部の要請により、赤十字活動、被災者に対する針治療を実施し、献身的な奉仕活動を行い協力した。 1995年、平成7年1月17日、阪神、淡路大震災。会員の中には、死亡、家屋の全開等もある中、日本新旧市会では、会員から、兵庫県新旧市会へ、見舞金を送り、兵庫県新旧市会の20名以上の会員が、被災者に対して、ボランティア活動をはじめ、2月から、大阪府新旧市会等、近畿ブロックの、 各司会も参加した。1998年、平成10年、長野県新旧司会は、東京オリンピックに16日間、会場が近い会員の新旧員を借り、250人を超える各国の選手、コーチに針治療のボランティアを行った。治療を受けた選手の中には、女子スピードスケート1000メートル、及び1500メートルで、金メダルを射止めた、 オランダのマリアン・チメルなど多数のメダリストがおり、評判を聞きつけた選手やコーチ、それにトレーナーからも針治療の希望が多く、評判を博した。これらの針治療によるボランティア活動の様子は、国際的には BBC 放送をはじめ P 通信、共同通信、カナダ国営放送で報道され、国内では NHK 全国放送、おはよう日本で2回。 ローカル放送では NHK テレビ朝日品の毎日新聞等で報道され急の紹介に役立った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。